はいマイドーキーニューフェルドです今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報をドイツ検事課の皆様にご紹介いたします今回の動画の中の情報はドイツ時間10月28日午52時までにドイツで報道されたニュースです 今回も重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします。そして今回のキーワードとしては3点あります。ドイツ小規模ロックダウン、フランス国境封鎖検討、そして死者が大幅に増加しているということです。まずは死者がどのように増加しているかっていうのをグラフとともに皆様にご紹介いたします。まずスペインからです。スペインに関しては10月27時時点で18,400弱いると、感染者に関しては。ただこちら、死者に関しては267人と、 すごい勢いで伸びてきております。で、次、イランです。イランはヨーロッパではないですが、ニュースによく出てくるので、こちらもご紹介いたします。10月27日時点で6,968人。かなり右肩上がりです。ちなみに、イランに関しては、ドイツとほぼ人口が同じ数。同じぐらいいるということで、結構比較対象に。まあ、ヨーロッパ以外での比較対象になってます。で、死者に関して346人。10月27日時点です。 ということでイランとドイツが人口がほとんど似ているとということでの死者数が300人超えているということを考えますとすごい数だと思います次イタリア2万2000ぐらいいますね27日時点で感染者がこれが死者数も若干伸びていると200人を超えてきております27日時点でで次にフランス3万3000人とまあ一応下がったんですが感染者は一時期まあ一日ですねただこれ見てください死者数が500人超えてきているんですねフランスにおいて これはすごい数ですよ。500人超えるって。1日で、1日だけですからね。ということで、欧州各国、そして、イランといった、その他の地域においても感染者、そして死者数に関しても伸びていると大幅に。ということをご紹介しておきます。そして、ドイツにおいてのロックダウンに関してですが、以前にも動画内でご紹介した通り、まあ1週間ぐらいロックダウンした方がいいんじゃないかみたいな政治家間で話し合いが行われていたりしたんですが、本日出たニュースなんですが、 11月4日から11月月末まで小規模なロックダウンが開始されるそうです。ということでこの内容について皆さんにご紹介したいと思います。ドイツ連邦政府は11月のほぼ全ての期間、ドイツ全土で娯楽を提供するイベントを禁止したいと考えています。劇場、オペラ、コンサートホールは11月4日から月末まで閉鎖されます。で、ビデオ会議、アンゲラ・メルケル氏のビデオ会議に関する連邦政府の決議案、総案によると、 まあこれは総案なのでまあ100%まだ決まってはないんですがまあほぼ決まるでしょうこの規制は全ての公共及び民間のスポーツ施設スイミングプールレジャー及びアマチュアスポーツにも影響を及びしますプールだけではなくフィットネススタジオや同様の施設見本市映画館アミューズメントパーク観光宿泊施設バークラブディスコパブなどのケータリング施設も閉鎖する必要があります通常のロックダウンと何が違うかというと学校の閉鎖が含まれていなかったり レストランも開いたままで大丈夫ですし、まあお店も開いたままみたいな。そしてまあ国境も開いたまま。ということで、通常のロックダウンとは違う小規模なロックダウンがドイツ全土で行われるということが11月4日から始まると、月末まで。まあ大体1ヶ月ぐらいですね、弱。まあ、そういう草案が出ています。で、これが決まる可能性が高いです。まあこれはあの、ドイツではその通常のロックダウンの前の、まあ一時的なロックダウンみたいな。 感じで言われていますけど。とにかくドイツで今の目標としては、クリスマスが通常通りに、まあ、言われるような環境、状況にしたいと。ある意味慌ててやってると思うんですけど、まあ。とにかくその11月末までで様子を見ると。で、そこでも全然感染者が減らない増加傾向で、人手に関しては本当にもうすでに足りない状態なので、ただまあ、ベッド数に関してはまだ足りているということで。ですが、この状況がどう変化していくかっていうのは、まあ、この、 一時的な小規模ロックダウンによって、この成果がどのように現れるかっていうのを、まあ、注視したいという感じですね。そして、まあ、28日、今朝も言っていましたが、ドイツの保健大臣、保健相ですね。で、集中治療室がいっぱいになるまで待つと手遅れになると言いまして、で、他のヨーロッパ諸国では病院をすでに限界に達しており、支援の要請もあると。さらに今朝の報道ですが、これもドイツです。有名なウイルス学者のクリスチャン・ドロッセン氏が、一時的なロックダウンを指示して発言したと。で、内容においては、 負荷が大きくなりすぎると休憩する必要があると。このウイルスは交渉できないと。で、このウイルスは特定の数の係数単にロックダウンを強制します。現時点ではドイツの発生率はまだ比較的低い方です。今、ブレーキを踏むとしたらそれは非常に永続的な効果をもたらすでしょうという感じで、まあ、一時的なロックダウンに賛成ということがウイルス学者の口から言われています。また、フランスの状況に関してですが、フランスも国境封鎖を検討しているということで、ロックダウンを検討ですね。まあ、これが、 先日午後11時頃のフランスによる発表です。フランス政府は1ヶ月のロックダウンを検討していると。でこれは木曜日の深夜から有効になる可能性があると火曜日の夜に放送局が報じたと。ただし制限は3月よりも厳しくなりませんと。ドイツは同じですね。木曜日の深夜ということは、今現在水曜日なので明日の深夜からこれが、まあロックダウンが鳴る可能性があるということが報道されています。そしてまあ冒頭でもご紹介した通り、フランスの死者数が500人超えているということで、 はい、こちらでも言われていて、これは前日度約2倍ですと。で、状況は特に深刻だと。曲線を平らにできないと、私たちの病院は15日以内に患者を治療することができなくなりますと。言っております。というのが、まあ、フランスからの情報で、フランスでも本当に死者数もすごい伸びているのも皆さんご存知の通りで、すごいことになっています。そしてイギリスに関してちょっと気になった点がありまして、これも新型コロナワクチンに関してですね、完璧である可能性は低く、すべての人に適しているとは限らないと考えていると。 1> 第1世代の新型コロナワクチンについてワクチンは感染を予防できない可能性があり症状を緩和するだけで全ての人または長期間にわたって機能するとは限りません効果的なワクチンが存在するかどうかはまだ不明であるため自己満足と過度の楽観主義から身を守ることが重要ですとビンガム氏は有名なランセットメディカルジャーナルに記事を書いたということで、まあ、これは別に新しい情報ではないですねはい皆さんご存知の通りでまた新型コロナワクチンがどう、まあ、転がるかわからないっていうのが まあ皆さんもご存知の通りで、まあ、他にもドイツの記事においては11月が決定の月になると言われていたりで陽性率もかなり上がってきております報告されております例えば n r w 州においては今現在6.6%が陽性だということですコロナ検査をした人からのものですが以前はこの陽性率は常に約2.5%でしたと2.5%から6.6%に陽性率が上がったと上昇したと まあ、n r w 州の保健大臣が言った、火曜日にデュッセルドルフで言ったのことなんですが、まあ、今後、いろいろな制限がなければ、国の保健システムは年末までに限界に達する可能性があると、ドイツでも言われていますし、27日の午前中に報道された内容においては、まあ、エスペートの政治家に関しての、周、まあ、焉諸国では集中中止が不足しており、症例列が多いと、私たちはわずか10日から15日遅れていると、ラウターバッハ氏は警告したと。これが何を意味するかというと、 まあ、周辺諸国で今発生している状況かシチュエーションというのは10日から15日遅れてドイツにも同じような状況が来ると、まあ、第1波の時もそうでしたよね本当にフランス、イタリアスペインですごいことになってそこから遅れてドイツにも同じような状況が来たので幸運にも死者数はそこまで出ていなかったですがこの近隣諸国に比べるとただまあ状況が一変したのでドイツに関しても本当に驚きましたしこちらとしても危機がも覚えました 本当に人々はその当時パニック状態でしたからということもありましてで最後に、えー、まあドイツ国内で言われているのが残念ながらというかもしれませんがまあ学校は空いたままにしておいた方がいいと教育大臣も言っていたりしているんですがまあ小規模なロックダウンにおいてまあ学校とかも含めて欲しかったっていうのは個人的な意見ですけどどうせするならね どうせするなら、1ヶ月間、ちゃんとするんであれば、学校も閉鎖しておいたらいいんじゃなかったのかとち、ちょっと疑問には思いますけど、まあ、それもまあ仕方がないでしょうという感じで、まあ、彼らの判断が正しかったか正しくなかったかっていうのは、後々どうせわかることなので、えー、それでまあ、ドイツも、ドイツ戦隊もどうなるかわかりませんし、結局のところ、一番迷惑にこむるのは、医療従事者のこと方ですから、まあ、医療従事者のことを考えながら、 ドイツも今一番大事な時期にターニングポイントに来ていると思いますということでまた新たな情報は手に入り次第皆様にご紹介いたしますそれではまたバイバイ